はい、ということでお待たせいたしました。いやー、久しぶりの配信でございますね。本当に久しぶりの配信なのですが、今日はジャクソンなんとかあんまりちょっとよくわかんない、4文字だけ調べて選んだんですけど、ジャクソン22ペール、よくわかんないなんとかから、ボストンローガンですね。なんでボストンに行くかっていうのなんですけど、ミスター X さん、エクスプレーンのシーナリーとか結構作られてる方、ヘローです。あ、こんにちは、ありがとうございます。ですね、僕はですね、まだパジャマでございます布団すら畳んでない。いや、東京あいにくの雨でございましてね、どうも動く気がしないということで、ボケーっと朝を過ごしておりました。ちょっとメガネがやばいな、なんだこれ。ピタミ、じゃ8961さん、あやや、そうなんですよ、あいにくの雨で、やばい、コンタクトつけたい、早くコンタクトつけてることが多いんですが、まだ寝起きでね、メガネなんですけど、メガネに牛乳がついてそうですねこんなのあったことないな、こんなことになったことないけど、はい、てな感じで、そう、ミスター X さんのボストン、元からねあったシナリオもかなりねすごかったんですが、アップデが昨日のお昼前ぐらいですかね、10時ぐらい朝のにアップデが入って、まあものすごいですね、ものすごいので見に行こうということでね、ボストンに行こうってことになりましたんですが、キャプテンカナダさん、まあ、うん、彼がですね、あの方がアップデのリリースされた本当に20分後ぐらい、15分後ぐらい、本当に直後にレビューの配信をされててですね、2レグされてたんですけど、その配信を見てて、おうおうおう、マジかと、これは行くっきゃねえだろうと思って、行くことになりましたてな感じで、ちょっとね夜明けの設定なのですが、まあここもね一応カスタムのシナリー入れてて、まあまあまあ、痛み、じゃ8961さん、なんとアップデしたんすね。そうなんですよ、アップデしなきゃ。そう、めっちゃ綺麗ですよ、めっちゃ綺麗です、もうめっちゃもう素晴らしいです、本当に。なのでそれをね、いや、あれがフリーシーナリーってのが、まあまあ化け物なわけですよ、本当にものすごいんですよ。なので痛み、じゃ8961さん、ジャクソンビルとボストンっていう最高の組み合わせだったので飛んできました。おお、なるほど、そうなんですよ、そうなんですよ、まあ、ジャクソンなんとかはちょっとあまり、ジャクソンビルはあまり僕知らないんですけどね、名前がかっこよかったのと、シナリーがそこそこ綺麗だったので、ウニテッドでウニテッドで飛ぼうかと、ユナイテッドを持ってまいりました。はい、てな感じで、まあ、だいたいセットアップは終わってるかな、やっていきましょう。ドアはここいじることがないですね。オッケー、星バック呼んじゃうか、呼んだせや。あ、そうです、そうです、そうです、いいよ。この曲は多分ユナイテッドのボーディングミュージックのはず、勝手に流していいかはちょっとわかんないです。
し、じゃあ目隠しバッグをもう組んじゃいましょうね。痛み、じゃあ89613クラシックだから問題ないような考える。なるほどなるほど、そうなんですね。まあ綺麗なのでね、綺麗な曲なので、まあまあまあ流してみましょうやと。めっちゃディズニーっぽい曲なんですね。一応ちゃんとダウンロードしてね流してます。いいか悪いかはちょっとわかんないけど。タクシーウェイが見えないな。これでいいのか。はい、この辺までよろぴくよ。Round of cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. レディじゃね？わからんけど。Yeah. Let's go. Ground of cockpit, tow is driving up. あらね、めんどくさいのでちゃっちゃとやっていきましょう。痛み、じゃ89613、ラプソディインブルースね。割と僕は好きです。なるほど。あんまりわかんないけど、なるほどなるほどなるほど、そういう感じなのか。なるほどなるほど。そう、このパンパーさんのコックピットにするとこのオキシジェンテストができるようになるんですよ。そうだね、押すとなんか動く。プシュプシュ音はしないんですけど、あとはね、ここのこれ Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. これかな？これでここのライトがつく。まあいらないですけど。こんなことができるわけでございます。痛み、じゃ89613、素敵でございます。ねえ。はい、じゃあこれ、オーバックはハイドロは入れちゃいましょうかね。はい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 、よいしょ。くるくるができないのがちょっと面倒くさいですけど、いいかも。So connected and bypass pin inserted. Release parking brake.大丈夫そうですね。明かりをちょっと暗くして閉めて開き閉めて、よし。リフライチェックリスト、オクシジェンテスト 100% フライトインシルメント2ヘディング 163 オルティメーター3023セット、フィールコントロールスイッチじゃない、パーキングブレーキセット、フィールコントロールスイッチでカットオフ、ファーストチェックリスト、フライトできるアドクローズ&ロックとパスエージャーサインズオン、 MCPV2163225 アリチュード 35,000 ですね。テイクオフスピーズ V1144VR151E2163、CD プリフライトコンプリテッドトリム、5.75 ユニットスロンド0、タクシー&テイキオフリーフィングコンプリテッドビーコンオンリリーズ、OK だね。フォースアーチェックリストコンプリテッドリリースパーキングブレーキ。スターティングプッシュバック、and you may start engines。さあ、押して押して。最近トリプルばっかり飛ばしてるからね、だんだん速くなってきました。 Welcome aboard this United flight. United is a proud member of the Star Alliance network. Please make sure all carry-on items are securely stowed either under the seat in front of you or in an overhead compartment. Customers in United Global First and United Business First must stow all items in an overhead or side storage compartment.Approved personal electronic devices may be used while parked at the gate with the boarding door open.
We will advise you when they must be turned off and stowed prior to closing the boarding door. United Economy Plus seating is reserved for customers who have purchased those seats. If you are interested in purchasing an available Economy Plus seat, please ask a flight attendant for more details in flight. If you are seated in an exit row, please review the front of the safety card. If you cannot meet the standards or are unwilling or unable to perform the actions possibly reseating. Starting engine number 2. ああ、綺麗な建物だな。なかなかよろしいシナリオでございますね。誰目線誰目線、ひどいなと地味に自分で思いました。G エンジンしか勝たんぜです。うん、なんか今フライバイアイアがツイートを更新してましたので、ちょっと見たい。今現在通知が来た。フライバイワイヤー、よいしょ。あ、もう結構前のツイートだったから、もしかして今かと思ったらそうでもなかったね。あ、ちょっと長いので見なくていいや。昨日ちょっと BGM だね。オペレーションコンプリート、セットパーキングブレーク99レプス。とりあえずナンバー2だけ回しちゃいます。ちょっと音楽一旦消して、やべ、 APU リミット引かちまってな。サーティングナンバーは久しぶりに光ったな。 APU リミット配信の準備してたらリミット来てまいりましたね。まあいいや、普通の BGM に切り替えましょうかね。あ、ダメだ、その前にセーフティービデオですね。 Ladies and gentlemen, thanks for joining us on United Flights. My name is Thomas, I'll be your international purser. We'd like to welcome back our Mileage Plus members who are earning or using award miles on this flight. On today's flight, we have 3 flight attendants. You can look for the language bar worn on their uniformsAt this time, we ask that you direct your attention to the following important safety presentation. Thank you. Welcome. We're excited to have you aboard, and we appreciate your attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. FAA regulations require you to follow the instructions of the flight attendants. Please review the safety card located at your seat. Thank you. Oh.パーキングブレーキね、忘れてましたよ。To have your seatbelt on at all times. To fasten your seatbelt, tie the metal to the buckle. Tighten by pulling the loosened strap. Lift the buckle to release. When the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your lap. In case of unexpected turbulence, keep your seatbelt fastened even when the seatbelt sign is off. In United Polaris Business Class, if your seat has a shoulder strap, fasten your seatbelt. Then attach the shoulder strap by placing the metal fitting over the lock and pulling on the strap until it clicks. The shoulder strap must be attached for taxi, takeoff, and landing. To release, press down on the metal fitting. 痛み。じゃあ8990円さん、スターウォーズ×ユナイテッドのセーフティービデオ。なんかありましたね。なんかありましたね、そういえば。それか。それですね。そういうことだ。なんかありましたね、そういえばそういうのも。Have a great flight だった。If you're seated in the next row, you may be asked to assist the crew during an evacuation. If you are unable or uncomfortable performing exit row functions and assisting in an emergency, please ask the flight attendant to move. If you must evacuate the aircraft, exit path lights on or near the floor will illuminate and guide you to the exit. Look for a change in color or an exit sign to indicate that you have reached an exit. For everyone's safety, leave all carry-on bags behind. Please reverse the safety card near your seat for the operation of the exit doors on this aircraft. Can't you go any faster, Rattle?
ピオン、かっこいい。スターウォーズのかっこいい。ね、リフォータクシーチェックリスト、アンチアイス、オート、オート、オート、コール、リコール、チェックと。オートブレーキ、RT、オーファイトコントロール、ショットグランドエクメイ、クイプメントクリア。リフォータクシーチェックリスト、コンプリテッド、利用、ストーン切って、はい、はい、はい。Should you need it, you'll find a life vest equipped with a water-activated light in a pouch under, between, or next to your seat. When directed, pull the tab to remove the pouch. If present, remove the strap from around the pouch. Tear open the pouch, remove, and unfold the vest. Slip it over your head. Wrap the belt around your waist and secure to the buckle in front.26から上がるので、If necessary. Smoking and using e-cigarettes or smokeless tobacco are not allowed on this aircraft.FAA regulations prohibit tampering with, disabling, or destroying lavatory smoke detectors. US law also requires passengers to comply with lighted signs and crew member instructions. We'll fly there soon. Make sure you've switched all smartphones, tablets, and e-readers to airplane mode. For taxi, takeoff, and landing, large electronic devicesmust be turned off and stowed. For international destinations, your flight attendants will advise you, if it's necessary, to turn off and stow all devices. We'll be taking off soon. Please review the safety card located near your seat. Stow your tray table, food and beverages, carry-on items, headrest and footrest. Make sure your seat back is upright and your seatbelt is securely fastened. Please place your personal item under the seat in front of you. At United, we're connecting people, uniting the galaxy and doing it safely.From all of us, thank you and enjoy your flight. なんか電話来たな。キモ、不通知、不通知なんとか。キモ、無視しまーす。あー、めっちゃスターウォーズだ。本当だ。いいですね、これ。Ladies and gentlemen, we'll be dimming the cabin lights. We recommend fastening your seatbelt over any blanket or garment so we don't have to wake you if the seatbelt sign is illuminated during flight. Thanks again for flying with us. We'll be back with more details about today's flight once we're in the air. Welcome to the friendly skies. いいセーフティービデオですね。いい感じだった。やっぱり G エンジンしか勝たん。美しい。良いでございますね。あ、待ちだ。よいしょ。ああ。お、綺麗ですわ。綺麗ですわ、これは。もうちょっと飛ばすか。いやー、朝にしてよかったですね。今のスカイカラーまあまあ気に入ってて、ぜひぜひね、皆さんもボストンアップデートしてもらって、もうね、古いバージョンは全部消してね、新しいのまたちょっと形式が変わってるのでね、古いのは3つファイルがあってそれぞれ別々でカスタムシナリーにぶっ込むって感じだったんですけど、新しいのはもう一つのファイル
まとめるってある感じになってるのでね、ちょっとまた形式が違うので一回古いのを捨てて新しいの入れ直すっていう感じにはなってます。あ、言うでもそんなにねめんどくさい作業じゃないので、ぜひぜひ皆さん入れて、いたに、じゃ8961さん、ちゃっかりダウンロードいたしました、うん、師匠綺麗でございますよ。昨日の某キャプテンさんの配信をのアーカイブとか見ていただいてもね、わお綺麗ってなって、ただなんで僕が夕方じゃなくて朝焼けにしたかっていうとですね、ちょっと待ってる、あー待つところがないのでそのままビフォーティクルスチェックリストフラップス15チェックセットビフォーティクルスチェックリストコンプリテッドってことで、そのままラインアップしちゃいましょう。そう、なんで僕が夕方じゃなくて朝焼けにしたかっていうと、夜のライティングがですね、あんまり建物の光がそこまで、それも好みの問題なんですけど、綺麗なとこもあるんですが、街中とかのね夜の感じは素晴らしいんですけど、最高だったんですけど、空港の建物の夜のライティングがちょっとだけ好みと違ったので、ボストン到着した時に明るかったら、明るい方がっていうのもあるし、あとですね、やっぱり明るい方がオルソのフォトシナリーとか見えてね、いろいろわかるじゃないですか。明るい方がね、見えることとかね、魅力がね、夜ね、よりね、わかりやすいと思ったので一応朝にしておきました。ね、ノーズライト、ラーメン、タクシーライト、ストロブライト、T キャスト、ERAT ですね。そう、BGM 入れておきましょうかね。よいしょ、これかな。どんな曲が流れてくるかよくわかんないけど、よし、じゃあ行きましょう。ロフスラスト40を入れてスタビライズしと、トガプシスラストレフ、グリーホールド、Gears. ああ、朝が綺麗じゃ。痛み、じゃ8961さん、ギアイズゴーイナアップ。Gears going up。ありがとうございます。いい朝ですね。ちょっと明るすぎてね、ライトが目立たないけど綺麗です。アップス5、
配信2週間ぶりぐらいじゃないかな。本当に忙しくてね。すまん。結構本当に冗談抜きで春休み1日しか休みなかったです。リアルに春休み1日しか休みなかったですね。いやー、3日は欲しかったな。自分でもびっくりしました。そんなことある？サップサップ。あー、いいですね、いいですね。痛み、じゃ8961さん、そういうのありますよね。いつもお疲れ様です。いえいえいえ、ナムさんもお疲れ様です。まあ言うてもね、好きなことをやって忙しいっていうのもあるんでね、部活とか。まあいいんですけど、スピードが、スピードが、パイロット、はい、トン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 。まあ休みがないっていうのはね、そんだけ充実してるってことだと思うんで、まあいい意味で捉えてはおりますけど。あら、あら、あら、綺麗。あらま、あらま、あらまあ、いや、いいですね。あれまあ、これは素晴らしい。これは素晴らしいな。1万フィートですね、多分。1万フィート、ランディングライツ、ウィングロゴ、あれ、消えちゃった。今ついてるのがストロボビコナロッキ。アフターテイクオフチェックリストなんてやってなかったけど、やっておくとランディングイヤーアップ、フラップスアップですね。っていうかさ、僕ナビグラフの画面、すいません、全く意味のわからんところ、あー、このマップではまだ残ってますね。OK、次、黒、黒、クロス部ですね。
ああ綺麗。これは絶対これで綺麗ね。あ来い。さあ来い。あれ。思ったより曲がんなかった。あれも。あれちょっとだよ。ああ綺麗だ。いい感じですね。あ、なんていうんですか、地形がなんともいいですよね。曲がって曲がってる。これこそあれじゃないですか、さっきね。さあ来い。あー曲がんねえ。いつもちょっと足りん。8961さん、では昼食取って横田に下ろして課題してくるのでこの辺で落ちます。ラージャーでーす。短時間視聴ですんません。いえいえ、ボスさんまでボンボヤゲ。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。いらっしゃいませ。ボンボエッジボアビアージェンですね。ポルトガル語だと良い旅をっていう、アマナイスチューピ的なことをボアビアジェンって言いますね。ボアビアジェン。ありがとうございます。今日のクルーズはフライトレベル3350ですね。いや綺麗だな。なんか地形というか川の感じがたまんないですね。何をどうしたらこんなになるの。はい、コンディションセット3だと。ふぅ。うん。やることはもうないですね。あ、さあさあさあ、シートベルトぐらい。2万フィートでシートベルト切ります。いやーいい朝ですね。良い感じです。Added camera 19 to category cockpit. このカメラいいですね。まあ速攻で速攻で作りました。
でも、嫉妬のね領域を抜けるのでこのビューにしちゃいましょうね。ナイトモードとどっちが見やすいですかね。まあ昼なので朝、間違えたこれでいきましょうかね。こんな感じですかね。これでいきましょう。うん、いい感じ。じゃちょっと僕はね飲み物飲んだり着替えてね映せるようにちょっと準備していきます。すいません。じゃあしばらくミュートにいたしまして移籍いたします。すぐまあなるべくすぐ戻りますので。
フライト、スタイ、ホメ、アイアリネス、さん。はい、ということで、ちょっとね、コントローラーが邪魔か。ちょっと待ってくださいね。こうして、こうして。よいしょ。これ以上横にある。後ろ側通したら、いつもながらカメラの配置が難しい。大丈夫そうですかね。飛
号機2号さん、こんにちは。こんにちは、お疲れ様です。いや、ありがとうございます。よし、これでいいですね。オッケーオッケーオッケー、サンキューキューキー。あら、フライトさん、フライトさん、いつの間に。すいません、気づかなかったフライトさん、バナナパオンということで、もうちょっと何をおっしゃってるかよくわかんないんですがね、ちょっと僕にはちょっと理解が追いつかない感じで、ちょっとレベルがね、追いつかない感じなんですけど、ちょっとね、ヨタシムチャンネル、ヨタシムさん、ヨタさん、こんにちは、ありがとうございます。いやー、嬉しい。あのね、ちょっとずつ賑わっていくのが嬉しいですね。皆さん、ありがとうございます。ただいま、よいしょ。飛行機2号さん、上乗って妖精さんですか？そうですよ。なんか、普通にズームとかで使うような普通のウェブカメラを、スピーカーの上にめっちゃギリギリのバランスで乗っけてます。ユナイテッドで、うわー、めっちゃビカビカだ、なんだこれこっち側がもう海ですね。アメリカの東海岸沿いを、東海岸で合ってるよね、今適当に言ったけど。テールが光って綺麗。そう、今日はですね、てか近くない？もうちょっとゆっくりゆっくりクルーズして、お勉強するつもりだったんですけど、ちょっと近いっすねそんな早いか。今日はなんだっけ、 KJAX です。なんていう空港だったかな。ジャスコンビルかなってとこから、ボストンローガンの方にね、ユナイテッドで向かってるんですが、さっきも言ったんですけど、なんでボストンに行くかっていうのなんですけど、ボストン、ミスター X さん、エクスペレンだと、エクスペレンユーザーの方はね、もう知らない方いらっしゃらないんじゃないかって思うんですが、ミスター X さんの、ボストンローガン、前のバージョンもものすごい良かったんですが、アップデートが入ったということで、昨日の朝10時ぐらいですかね、ちょうど今から1日ちょい前ぐらいにアップデート入ってて、まあ、そのアップデートが入ってたこと自体はね、もう直後に気づいたんですよ。10分後ぐらいに気づいてたんですけど、まあすぐにはドベンとなって、某カナダの機長さんカナダの機長さんがアップデートされた本当に直後、15分20分後ぐらいから配信でレビューをされていてですね、それを見て、おおと。まあ結構ね、確か久しぶりのアップデートで、大型というか、古いのをまた捨てて、またね、そのシナリの入れ方とか、ファイルのね、感じも全然もうまた全く別のね、しっかりしたアプデだったので、ちょっとだけ入れるの、まあそんなに単純だけど、ちょっと面倒くさかったですけど、まあ入れる気はないとなりまして、昨日のうちにね、頑張って入れて、やっと今日飛べるって感じなんですけど、まあ1日遅れてのレビュー、そんな僕ね、偉そうに言えないのでレビューって感じにはならないんですが、アップデートしたての新しいめっちゃ綺麗なボストンに行っていきたいと思います。ボストンはね、
前のバージョンもものすごい良かったんですけどね。あのエクスプレインユーザーの方いらっしゃいましたら、ね、ぜひぜひボストンローガン、あの新しいバージョンのを入れていただいて、とっても綺麗です。一番変わったのは、僕がパッて思ったのはあれですかね、タキシベランウェイのグランドのテキスチャーですね。いやー、いいです。いや、あの前のバージョンもね、本当にすごい良かったんですよ。すごい良かったんですよ。うん、すごい良かったんですけどね、またまたアップデートでパワーアップしたということで。今日のフライトはエアタイムが2時間13分ですね。あ、ボランタの設定をしてなかった。早いもんですね。やべ、ボランタさん全然計算してくれない。頑張って頑張って、ボランタさん頑張って。飛ぶ前に設定しなかったからかな、全然情報が入らないです。まあいいですけど、まあ2時間13分が正しいと仮定すると、現在のフライトタイムが42分なので、あと1時間半ですね。約1時間半後に到着となります。うん、そんなに遠くないね、これ見てると。意外と近いんですね。ゆっくりクルーズできると思ったらそうでもないみたいなんでね。あんまり時間がないので、キャッチャーとね、勉強の方を進めないといけないですね。ライト全部消していいですね。よいしょ。オッケー。横がいいかな。
デスポジが見つけられん。ちょっとカメラ色がチラチラしてるかな。あー上のライトかですね。上のライトですね。これはしょうがないですね。僕もちょっとライトがないとお勉強手につかないのでお許しくださいませ。あ、出た出た、計算出ましたね。眠いですね。もう本当にずっと雨、あいにくの雨でございます。東京はジーンですね。待て、いやーボストン、ローガン楽しみですね。本当にバース、うん、バース、うん、うん、何を言ってんの一人で。本当に綺麗なんですよね。楽しみでございます。ちょっとチャートだけ出した、もう出したっけ、出してますね。 OK ですね。OK、 トリプル乗りたい、トリプル乗りたいですね。本当に僕本当にトリプルばっか飛ばしてるんですけど、なんでかっていうとやっぱりね、あのトリプル一番乗ってきた機体なので、なんか謎の思い入れがあるんですよね謎の、めちゃくちゃ謎の思い入れがあって、いやートリプル乗りたいですね。うん、本当にこれ乗りたいです本当に。いやー本当に、
1トリプル大好きさんとしてね、トリプル本当に乗りたいですね。やっぱいいですよねトリプル。一番乗りたいです僕。一番好きな機体とか C って言うならですよ、全部好きだけど C って言うならトリプルって言いますもんね。あとあの今ちょうどめっちゃ映ってたので思ったんですけど、このですかリング、スマホのリングは今ね僕が使ってるスパイクのあれです、同じやつです。飛行機2号さん P&W エンジン搭載の777全機体液するらしいですね。そうっすね、あのなんていうの、 P プラントのホイットに特有のあの丸っこいあのくるくるがあるじゃないですか、あれ好きだったんですよね。まあG が残ってて、まあちょっと安心しましたけどね。G じゃなくてよかったってのはちょっとありましたけど、やっぱあのプラット&ホイットニーの特有のあの横一本の線があれ好きなんですよ。あのエンジンのなんていうのか分かんないけど、くるくるじゃなくて横一本ピッて入ってるじゃないですか、あれが好きだったんですよね。そう、飛行機2号さんわらわら。そう、僕一番多分今までで一番乗ってきた飛行機がエミレーツのトリプルセブンなんですね。エミレーツのトリプルセブン-300かなは多分大体 G のはずなんですよ、多分わかんないけど。なので G のトリプルが消えたらもう普通に泣きますね。G のトリプル、もうエミレーツの G のトリプルへの謎の思い入れがちょっとね。逆にあんまりあの日本でね飛行機乗ったことないので、正直あんまり細かいことはわからないっていうのが正直なところではあるんですけど、プラット&ホイットニー電気引退はちょっときついですよね。前期退役はちょっと悲しいな。あの騒動がね聞いちゃったんでしょうね、やっぱり。前期ともなるとやっぱりちょっと悲しいけど、まあちょっとトリプル前期引退とかなったら本当にちょっときついですけどね。トリプル本当に残ってほしいですね。トリプルは一番残ってほしい機体です。本当にトリプルが一番好き。他のももちろん好きですよ、他ももちろん好きなんですけど、やっぱりトリプルが好きなんですよ。
長いのがまたいいんですよね。長くてキモいって方ももちろんいらっしゃいますけど、僕はこのビヨンビヨンに長いの好きですよ。リプル残ってほしいな、やっぱりな。とりあえず今回のね配信で、メインのボストンローガンの空港、エクスプレインユーザーの方いらっしゃいましたら無料でねミスター X さんのボストン入れられますので、ぜひぜひ入れていただいて、よいしょ。あくびが止まらないっすね。なんて眠いな。本当に一日家でボケっとしてるとめちゃくちゃ眠い。夜から予定があるので昼間の配信って感じなんですが、
さあ、誰か配信してないかな。
今はなさそうですね。さあどの辺まで来たか見てみましょうかね。ボン、あと、45分50分弱ぐらいで到着ですかね、おそらくと思います。トップオブディセントまでは200大体3マイルぐらいかの12時40分ズール、あ、そっか、時間帯ずらしてんだ、当てになんないですね、しょうがないですね。いや、こっちで合ってるか。あとじゃあ25分ぐらいですね、トップオブディセントまで。こっちの時間でやってるからいいのか。オッケー、忘れないようにね、一回ちょっとリフだけ、また値変わるのでその時にまたね入れ直します。Ladies and gentlemen, thank you for flying with us. A special thank you and welcome back to our global service customers, Million Milers, 100K and Premier Execs on board. We do appreciate your business. They and Mileage Plus members will receive valuable miles for today's flight. To become a member, you can enroll online at united.com.
The captain has asked the flight attendants to remain seated for just a few more moments. Even though you see us getting up to do our duties, we ask that you remain seated with your seatbelt fastened. When Captain Karski turns off the sign, that will be indication it is safe to move about the cabin. If you're traveling with a small child or infant and the seatbelt sign goes on, they either have to be in their own seat with their seatbelt fastened or held securely on your lap. Please take care when opening overhead compartments, as contents may have shifted during our takeoff. And when seated, always keep your seatbelt fastened. You may now use all approved personal electronic devices. As soon as it is safe for the flight attendants to be up, in all cabins we'll be offering you a beverage service followed by a hot lunch. Our beverage selection is listed in the Hemispheres magazine. In United Economy cabin, beer and wine are complimentary, but there is a charge for other types of alcohol. The only accepted form of payment is a credit card. We accept most major debit and credit cards, as well as the Mileage Plus Explora Visa card. Midway through our flight, we'll be offering you a light snack, and approximately 1.5 hours before landing in Tokyo, we'll be offering you another hot meal service. On this flight, we have an exciting offer to apply for our Mileage Plus Explora Visa card. Please ask a flight attendant for an application. We ask that you use the lavatories located in your ticketed cabin, and flight attendants are available should you need direction or assistance, and we thank you in advance for your cooperation. Today's entertainment programming is on demand, and this aircraft is equipped with internet for purchase. To learn more about this service, look at the card in your seat back pocket, the Hemispheres magazine, or turn on your Wi-Fi enabled device. In addition to the installed entertainment system, we have a streaming video service where you can access a selection of movies and TV shows complimentary by using your Wi-Fi enabled laptop or personal device. Just go to www.unitedwifi.com. We'll try now to keep our announcements to a minimum. Go ahead, sit back, relax. Enjoy the service that we have planned for you. We do request that you keep your seatbelt fastened around your outermost covering or over your blanket. That way it is visible and we do not have to disturb you when the seatbelt sign is switched on. Ladies and gentlemen, thank you for your attention. On behalf of all of us at United and the Star Alliance Network, we wish you a pleasant flight.
これあれじゃないですか、ジョン・F・ケネディじゃないですか、ニューヨーク、そんな気がする。見てみましょうか。あれ、うん、ニューヨークですね。あ、ジョン・F・ケネディですね。うん、今真下に見えているのが、これジョン・F・ケネディ国際空港ですね。ニューヨークです。コーパイさん、お疲れー。お疲れー、どうもです。よいしょ。今ジョン・F・ケネディの真上を通過中でございます。これか、これですね。そこに見えてるのが JFK、 ニューヨークです。コーパイさん、クモさんの動画見てたら気づくの遅くなった、わらわら。クモさんめっちゃ面白いよね。めっちゃ面白いと思う。本当におしゃべりがお上手でめっちゃうまいと思う。めっちゃ面白いと思う。僕にはできない。あれは、クモさんの動画本当に面白いと思います。出た。ここも綺麗だよね。コーパイさん、そういえばね、うんうん、近いうちにヨウツベのアカウント自作アイコンにしようか悩んでるんだよね。うんうんうん、いいんじゃない、素晴らしいと思います。めっちゃ楽しみよ。よし、いや、いいと思うよ。 F 変わったかな、変わった。よし。もうトップオブディセントですね。もう言うのがもうね、何回目にもなっちゃうんですけど今日は、あ、オリジンエアポートどこだか忘れちゃった。あー、バグったバグったバグった、気持ち悪い。ジャスコンビル、ジャスコンビル、ビレ空港、場所はちょっと自分で作ってそのアイコンを使おうかなって思ってるけど、うん、みんなどう作ってるのかねー。わら、ちなみに妖精さん波動作った？僕はこの四つ目のアイコン、僕はもうね、いやもうね、これに近いアイコン実はいっぱいあって、そのもう型になってるんだよね。もう型でほぼできてて、ちょっと自分の名前とかカスタマイズ入れるだけみたいな、超簡単なね、適当アイコンなんです。実はその型に自分の名前とか入れるだけでできるみたいな。だから僕のにめっちゃ似てるそっくりさんみたいなアイコンはいっぱいあります。ただこのバックグラウンドの青色、グラデーションになってる青色は、別で、あの別の色のね、グラデーションになってるやつ、そう、裏の色はグラデーションになってるやつを発見して持ってきて後ろに貼り付けてっていう感じで、その、あ、そのなんだ、ロゴと写真、バックグラウンドになる写真を組み合わせたみたいな、それを切り取ったみたいな、そんなアイコンになってます。僕のはね、ロゴとバックグラウンドの画像を切り取ったみたいな、そういう感じのが僕のアイコンですね。なので僕もね、もうちょっとまともに作ろうかとも思ってます。ただ時間がない。時間ができたらね、やろうかなという感じではございます。コーパイさん、なるほどは、なるほど、うんうん、
今日はそのジャクソンビルからジェかなからボストンローガン、なんでボストンに行くかっていうと、あのエクスプレインユーザーなら誰しもが知るミスター X さんの最強めっちゃ綺麗なボストンローガンがアップデートされたということでね、行くしかないんです。はい、行くしかないんです。で、昨日ね、そうか、僕はそうコパイさんとね、昨日ツアーとしてた時に言ってたやつですね。コパイさん、行くしかねえ。そうそれでねボストンローガンを昨日の夜頑張って入れて、あのカナダの某キャプテン様から1日遅れで飛んでおります。まあ僕はね、そんなレビューとか偉そうなこと言えないんで、レビューってよりも行ってみて見物って感じなんですが、そうまあ行ってみようやと、とりあえずね、そんな感じでございます。はい、もう効果は開始して、まだこのチャートには出てきてないけど、まあそのうち現れるはずなんで、このままにしときましょう。メリットからかな、ん違うな、ルイズどこ通るんだ、ルイズか、ルイズのルイズから現れるはずなので、あと15分ぐらいで着陸ですかね。楽しみですね。一番気になるのがグランドのテクスチャー、まあ美しい。あとはカスタムオブジェクトとか、街並みのビルとかもめちゃくちゃ綺麗です。めちゃくちゃ素晴らしいです。もう有料ですね、あれは。ほぼスピードが急に上がった。ラップじゃない、オートブレーキは1でいきますね。今日はね、1万5000フィートぐらいでシートベルト入れようかなとはなぁとは思ってます。羽田5は相次いでるな。あー、やっぱそうなんだ。風もそんなに強いのかな今日。あんまり僕ん家のところは風はそこまででもないって感じで、雨がジャージャーって感じですね。雨ほぼ横なぶり、窓に当たる雨粒の音がひどいよ。まあ、もうそんなんなんだ。へえ、そんなとこまで来てんだ。なるほど。ゲート36か37あたり入りましょうかね。25とかでもいいけど、多分この辺が面白いはずだ。
後輩さんとその前にお仕事お仕事。いやあ、ありがたい。230でほう OK。ですね、レース230。よし、じゃあ着陸も近いので、ちょっとね、音量を上げていきましょうかね。そしたら僕はちょっとこの辺で失礼します。はい、そしたらそろそろチャート上にね、現れるはずなんですが、どうかな、まだかな、まだですね、もうちょっと。後輩さん、本日は J8 ピロット、スツデント、余生チャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、そして面白い、いい、と思ったらグッドボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にいつも助かってます。ありがてえ。もういつも毎度ありがとうございます。めっちゃお仕事してくださる、ありがたい。いや、久しぶりというかユナイテッド飛ばすの初めてかもしれないですね。うん、そんな気がする。バース、うん、バース、バスタン、一瞬ドア開けてみようか。うわー、すぐ閉じた。あ、コーションステップって書いてある。そうなんだ。ドアの音結構好きなんですよね。後輩さん、妖精さんのディスコードができました。ただいまディスコードではメンバー様大募集中です。フラシム持ってない方、パソコン持ってない方、ディスコードって何とわからない方、どんな方でも大歓迎。さらに今イベント開催を検討中です。皆様の参加お待ちしております。参加方法は概要欄のディスコードという欄よりよろしくお願いいたします。いたします。ありがとうございます。本当にありがたい。もう完璧ですね。本当にありがとうございます。いつも見て、このチャンネル見てくださる方はもうセットみたいな感じでね、おっぱいさんのチャンネルも登録していただいて。最後変換ミスってた、わらわら。
たしますいたしますみたいな。そう、ぜひね皆様ホパイさんのチャンネルも登録していただいて、たまにね一緒にコラボしてフライトしたりとかしてますので、よろしければ両方ともねチャンネル登録ポチポチとしていただきたいと思います。そうそうそう、コウパイさんよろしければお願いします。 M お願いします。アーティスが1350 1350。1350の2216。コウパイさん、15時半過ぎから関空福岡千歳成田便飛ぶ予定わら、そしてその間に勉強かお勉強ね、勉強しないとだな、大変だよな、一緒に頑張りましょう。さあ、今 KBOS の KBOS か、天気はどうかな。2988ってなってますね。とりあえず入れとこう。アテスのあれが入らなそうなんで。2988。サンダードアーティトボストンローガンインターインフォメーションが入りませんね。Boston Logan INTL Information Victor 1100 Zulu weather Wind 320 at 10 gust 18 Visibility more than 10 Sky conditions 25,000 few Temperature 9 Dew point minus 5 ちょっと寒いんだ。 Altimeter 2988 Arriving runways 33 left 33 right 32 Departing runways 04 left 04 right。Advise on initial contact you have, Victor. 2988.
ガストっていうのが聞こえましたが、まあ気にしないということで、ね、意味深なガスト。 Boston Logan INTL Information Victor 1100 Zulu Weather Wind 320 at 10 Gust 18 Visibility more than 10 まあでもね、そんなに強いわけじゃないんで、まあまあ Sky conditions 25,000 few Temperature 9 Dew point minus 5Altimeter 2988. Arriving runways 33 left, 33 right, 32. Departing runways 04 left, 04 right. Advise on initial contact. You have Victor. Seat belt. Ah, 座れ座れ、みんなガストだぞ。吹っ飛ぶぞ。そんなに強くないけど風。And with the sound of those double chimes, our flight's becoming to an end. Please prepare for landing. Make sure your seatbelt is securely fastened about you. Your tray table and seat back are in the upright and locked position. All video screens, head and footrests need to be stowed at this time. For those of you in Polaris First and Polaris Business, please press and hold your green airplane button on your control panel to bring your seat to its proper landing position.Also in Polaris First, secure your shoulder strap after fastening your seatbelt. All large personal electronic devices such as laptops must be turned off and be put away. You may continue to use your small, lightweight electronic devices, but these must be unplugged, switched to airplane mode, and secured. Please have a look around the airplane to refresh your memory of the location of your nearest emergency exit, keeping in mind your closest one may be behind you.Flight attendants, please prepare the cabin for arrival and be seated in your jump seat. We'll be on the ground shortly. ということでアナウンス。だけしょうがないのでスピードブレーキを使います。ボストンのビル群が見えるかなと思ったけど、ちょっとまだ見えなかったですね。
よし、じゃあちょっとずつチェックリストやっていきましょう。あ、そうだ、何人ぐらいすれば入れてねえや。コーパイさん、ラッチェ。うん、ボストンのビル群がなかなか見えない。はい、事前チェックリストリコールチェックとノーツチェックとオートブレーキ1セット、ランニングレーター VLF30 ミニマ148VLF プラス5で1523ですね。プロジェクトフィンコンプリテッド、セントチェックリストコンプリテッド。なあ、いや、やべ、210も、このベレーがマックス220ノットでした。次の BBO ブラボーブラボーオスカーゴルフゴルフがマックス210ノットなので、そこまでに210までは下がっておこうと思います。下がる、遅く減速していこうと思います。あ、見えた、ちょっと見えてますね。もうちょっとも旋回してくる。ラップスワン、コーパイさん、 G これですね、ボストンの街並み、ビル街がビル群、で空港がこれですね、こっちですね。なんか他もいろいろオブジェクトがありますね。コーパイさん、おお。ありますね。はい、揺れてきたよ、ガストね。スファイブ。揺れてきて、揺れてきたよ。レフトクリア。そんなにね、風が強いわけじゃないので、コトコト揺れてるって感じですかね。まあでも一応ガスト出てるので、ゆらゆらは揺れてますけど。最近しょっちゅうガストに遭遇するんだよな。
ー流されるなこれ。流される感じがするな。いやー厳しい。Perhaps 15. おお、暴れる暴れる。ローカライザープッシュ、ローカライザーキャプチャー、アプローチプッシュ、クライドスロップアライブ。アプローチェックリスト、オルチメーターズ、2988セット。アプローチェックリスト、コンプリテッド。これか。ランウェイ見えますね。見にくちょっと見にくい。見えるけど。痛み、じゃ8961番、そろそろ到着だろうと思って戻ってまいりました。バッチリタイミングですね。完璧です。これがバッチリなタイミングですよ。開いてよいしょ。ギアダウン、あ、間違えた、フラップス20来た、ギアダウン。いや、フラップス20でもいいでしょう。167167。伊丹さんお疲れ、ナイスタイミング、わらわら。いいですねこの汚い汚い羽が汚い翼がいいですね。そそりますね。伊丹、じゃ8961番、アメリカ路線の時間派大体知ってるのでわら。いやそれにしてもですよ、完璧ですよ。なんと素晴らしいタイミング。ちょっと早めにフラップ下ろしちゃおう。後輩さん、わらわら。フラップ25。いやー、ガストですね。ガスト、ガスト。チェック。うえい。うえうえうえい。揺れるな。よいしょ、圧縮効果、レンズの。よいしょ。ほっ、うわー、やばい、めっちゃめっちゃ振られてる、めっちゃ振られてる。大丈夫かお前。ほっ、ミスター X さんのアップデされたボストンローガンです。さて、ランジクリスト、スピードブレーキアームド、ランディングギアチェックダウン、フラップサーティーセット、ランディングチェックリストコンプリテッド。よし、じゃあ行きましょうか。オートパイロット実現時、
Oh, check. ちょっと風落ち着いたかな。チェックス。やっぱ綺麗ですね。こっから見てもわかる。Continue. 100, 50, 30, 20, 10. ついてー、ついてー。はい。コーパイさん、なー。ありまーす。ちょっと伸びちゃった。未だにこの高さに慣れない。ありがとうございます。未だにこの高さに慣れないですね。なんだか高い。やっぱ高い。さあタキシルとかわからんよ。コーパイさん、にゃにゃにゃ。このね、グラウンドのテクスチャー分かります？これがね、やっぱりインプルーブメントですね、大きな。綺麗、素晴らしいね。一回止まろうか。よっ。お疲れ様。お疲れー。あーざまーす。いやー、ボストンローガンいい感じ、良い感じですよ。あんまりボストン来たことないからよくわかんないな。ここか。このここの
痛み、じゃ89613、ボストン派ゲート小さくて狭いんですよね。なるほど。35α見つけたので入りましょう。よし、ここですね。まあ、アップデートされたばかりってこともあってね、ちゃんとタキシベとかはしてそうですね、しっかり。よいしょ。見え見え。はい、パーキングセット。ふう、肩が疲れた。タキシーするときの肩が。よし、何ぐらいです。エピは待ってますね。ナンバーワン。ナンバーツー。痛み、じゃ89613、オツです。ありがとうございます。お疲れ様でした、皆さん。ということで、2時間10分ほどのフライトですね。ボストンローガン到着でございます。今更感あるけど流しておくか。ランデット。どんなの流れるんだろう。Ladies and gentlemen, we will be taxiing for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelts fastened and all items stowed until the seatbelt sign is turned on. めっちゃニュートラルですね。Please make sure you have all of your personal belongings before you exit the aircraft and be careful when opening overhead compartments. こっちの方がいいね。You are now free to use your mobile phones and small lightweight devices.On behalf of United, our Star Alliance partners, and your entire flight crew, thank you for flying the friendly skies with us today. We hope you've had a pleasant experience, and we look forward to welcoming you again on another United flight. ちょっと難しいな。タイヤがうまく映らないけど。オブジェクトがまた綺麗ですよね。すごい。すごい細かい。これめっちゃ綺麗なんだよな。辺のディテールもしっかりしてて、こんな感じなんですね。ソーラーパネルがいっぱいあるんですね、駐車場は。あっちが街並みですね。街並みもしっかり作られてて、空港周辺の良い感じです。で、これからもちゃんと煙が出てるんですよ。そうなんです、これなんです、これね。いいですね。またこれもプラスポイントですね。この辺もすごくないですか、このファン回ってるの。しかも回転の速度が、回転率全部違うんですよ、これ。すげえな、これ。よく見たら、あそこに橋もあるじゃないですか。痛み、じゃ89613、ほう、すんげえ。すごいですよね。これはいい感じ。
後輩さん、作られてるな。この辺まるまるポカーン。めっちゃピカピカだ。すごいこれ。めっちゃキラキラだ。綺麗だな。ジェットブルーもあった。この飛行機の質感がいいですね。またオブジェクトの。うん、なんて言ったってあとね、このグランドのテクスチャですよ。やばくないですかこれ。これがやばいっすよね。どこ止めたっけ？こっちか。伊丹、じゃ8961さん、美しいや。美しいですね。後輩さん、綺麗。無料ですからね、これ。ミスター X さん神ですね。最強さんですね。さすがミスター X さんって感じですね。うん、ちょっとボストンらしいあのタワーをね背景にして写メ撮っときましょうか。後輩さん、え、これで無料。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。じゃあサクッとねリプレイだけちょっと見ましょうかね。サクッとサクッと見て終わりましょう。ライト続けて、ライト続けて、シートベルト、よしよし、もう外れてる？外れてますね。ああ、なんか色がいい。影が見えてる。いいね。このアプローチライトの作り込みとかもすごいですよね。で、ノビールくん。ノビールくん。よくしょ、よくしょ、よくしょ。まあまあ
ガスト出てたっていう言い訳にしておきましょうよ、ね、ガスト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 、すごいなこのグラウンドのテクスチャー。もう一回見ましょうか今の視点で。コウパイさん伸びる伸びるわらわら、伸びるけどまあまあまあ言うてアプローチ、あそこ押さえてる、ちょっとだけ録画させてください。これでまたねチャンネルの動画とか作るとなったら、ね、これ使えそうですね。コウパイさん、シンビールくん、ボランタの方を見ると、あ、さっきランディングの時200いくつとかで出たような、200いくつとかで出たような気がするんですけど、ボランタの方を見ると着陸時のランニングレートは156ですね。156ってなってた。まあまあまあ、ちょっともうちょっとドスンいってるような気もせんでもないですけどね、こうやって見てると。コウパイさん、よし、じゃあ俺も準備してくる。うん、いってらっしゃい、ありがとう。痛み、じゃ8961さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。つけ。ついた。ただあと1個だけ見たいビューが。いやー綺麗だな、この塗装もいいですけどね、塗装もいい感じなんですけど、このビル最後にこれだけ見せてください。
うん、綺麗、めっちゃ綺麗。いやボストンすごい良くなりましたね。また使いたいな。ボストン使って大西洋横断とかやりたいですね。またヨーロッパ行ったりとか。ミスター X さんのそれこそサンフランシスコとかものすごいやばいので、ミスター X さんのシナリー同士でサンフランシスコとボストンとかつないでも面白いかもしれないですね。そんな感じで、じゃあこのタキシングしてるこの感じで終わりましょうか。痛み、じゃあ89613、いいですね。いいですね。そう、それもいいなと思いました。じゃあ今日はこの画面で終わりましょうかね。馬にはこんなのもいいでしょう。あ、なるほど、カメラはね、向きについててくれないの。よいしょ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 。あとはここで左に曲がるからこんな感じにしておきましょうか。あ、フラップカチャカチャやってるフラップカチャカチャやってるわ。あ、フラップやってますねフラップガチャガチャやってますね。痛み、じゃ89613、わらわら。やってますね、ガチャガチャやってますね。面白いなこれこれ面白いな、面白いっすね。はい、それではこんな感じで本当に終わろうと思います。どんだけ伸ばすんだっていうね。じゃあお昼ご飯を僕も食べたいと思いますので、この辺で今日は終わりにしようと思います。そしたら、次回、まあね、前回の配信から今日も2週間ぐらい空いてしまったんですが、まあちょっとね、本当に忙しくて次回いつできるか分かんないっていうのが現状ではございますが、まあね、またこうやってね、自分のフライトを記録に残したいなと思ってますので、よろしければまた見に来ていただけると嬉しいです。そしたらこの辺で終わります。痛み、じゃ89613、お疲れ様でした。ありがとうございました。それじゃあ皆様、お疲れ様でしたということで、ありがとうございました。さよなら。
Tampa 1024, maintain visual separation. The Canada Club is approaching runway 4 right. Clear visual 4 right, maintain visual separation. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. I need to treat you better than that and make you feel like I did in the past. Oh, I will treat you better than that. I don't need to forget you. JA pilot student, real seat.